花は。早かったですね。もっとのんびりでも私は全然平気でしたのに。もう大丈夫だ。よく頑張った。やっぱ伝説の竜いうのは伊達やないな。獅子堂から聞いております。ついさっきあの闘技場を勝ち上がってもうここに。鶴野、随分花輪を可愛がってくれたな。あんたがもっと早う俺らにつく言うてくれてたら、こんな痛い思いせんですぐあの家へ送ったりましたのに。俺はこれあんたのせいや思いますわ。桐生さん、ふざけるな。お前にはきっちり落とし前つけてもらう。俺らにつく気はないんやな。ずっと大道士に尻尾振って生きていくわけや。そっち行ったとこであんたはこの先何も手にできん。ほんまにそれでええんか。人の心配してる場合じゃねえだろ、鶴野。お前の人生だってここでもう先がねえかもしんねえんだぞ。ほなしゃあないな。よし行くぜ、やってるれ。ふっしゃあ。
行け。